服部ありささん、組曲、ウィズ太郎博士。エレクトーンの楽譜がなくて、ピアノの楽譜をもとに書きましたが、音符が多くて大変でした。楽譜を書き終わっても、曲の始めから速い指の動きで大変でしたが、頑張って練習したので、今までで一番上手にかっこよく弾けるといいです。ピアノジャックのライブを見に行って、実際に2人ともお会いしてこの曲を弾きたい気持ちがさらに高まりました。では、どうぞ。でした。